様、おはようございます。キース・ジャガーです。2020年10月26日月曜日10時5分です。おはようございます。現在国道8号線滋賀県、守山市かな、鬱陶市ですね。国道8号線名神高速一東インターの手前あたりです。今回の動画ドライブの予習0112112本目の動画になります。名神高速一東からどこまでやろうかな、刑事バイパスのご紹介をして久美山ジャンクションから第2京阪に入ると、第2京阪どこまでやるかちょっとまだ予定考えてませんけれども、適当なところまでやります。よろしくお願いします。国道8号線この辺りは片側1車線の対面通行の道路になっております。かなり交通量がある道路なんですが、片側1車線ということで慢性的に渋滞するんじゃないかと思います。あんまり飛ばせる道路ではございません。制限速度50キロぐらいだからね。で、あと1キロぐらいで、立東インターの方に着くかと思います。まあ、インターの入り口からね、動画始めても良かったんですけども、ちょっとまあしょうもない話を交えながらお伝えしていこうかと思います。まず本日の車両、前回の0111番の前回の動画と引き続きの車両なんですけれども、お伝えしてませんでした。今日は大型トレーラーで、865,120キロ走っております。何年前、5、6年前の新車かな、これ5、6年で、まあ86万キロぐらい走っておると。まあね、大型トラックとか大型トレーラーっていうのは、そうですね、長距離やってる車とかもそうですけど、こうやって100万キロぐらいは普通に走るんで、乗るんで、まあ今うちにある一番古い車が141万5000キロぐらいだったかな、さっき。本当はその141万キロの車で今日来る予定やったんですよ。もうフルモデルチェンジ前の1個前のボロいやつです。ボロっちいやつね。うちの会社でももう一番古いやつなんですけども、あれ乗って20分ぐらい走って、そのお客さんのとこ行って積み込みしようかなと思った時にね、朝出発前の点検した時には分からなかったんだけれども、20分ぐらい走って、水温がラジエーターの方が温度が上がって圧力がかかりますでしょ。で、圧力がかかって初めてかかってみてね、初めて分かるんですよ、水が漏れておるというのが。穴が開いてるというかね、ホースに穴が開いてるとかひびが入ってるとかじゃなくて、リザーバータンクというのがあるんですけども、それがね、コストダウンかなんかで、チャッチリアの安物のなんかプラスチックみたいな素材なんですよ。あれをね、ピタッと貼り合わせてる、その貼り合わせてる部分、接着剤というか、まあ、ボンドというかシール剤、あそこのね、つなぎ目から漏れておるみたいな。まあ、大概ね、この UD というの日産ディーゼルのこのタイプの大型トラック、大型トレーラーは、50万キロ前後でそのあたりが破れて、必ずと言っていいほどラジエーター潰れます。まあ、ラジエーターが潰れるんじゃなくて、まあ、リザーバータンクが潰れるだけなんやけど。およそ300メートル、そういったことで朝一番30分40分ロスしましたけれども、荷物を積み込みをやめて、一旦会社に帰って、この86万キロのちょっと小走りな車に乗り換えて手直してまいりました。朝から40分ぐらい押しております。はい、ここが、国道8号線終点かな。はい、これもどっち行っても京都方面行っても三重方面行っても国道1号線になりますが、左
左に名神高速一等インター上がっていきます。国道1号線と8号線ぶち当たるこの立東の場所で、まあ、国道8号線はスタート地点なのかゴール地点なのか、北陸の方にずっと抜けていく幹線の国道なんですけどね。はい、何回かちょっと合流地点があったりしてややこしいんですけども、あと 800m くらいで料金所見えてくるかと思います。今日はちょっと天気が良すぎて眩しいぐらいですよね。ちょっとフロントガラスにいろいろね映り込んでちょっと不細工になるかもしれませんけれども、ちょっと曇りぐらいでね撮影したいんですけれども、まあちょっと天気は選べないということでご容赦ください。はい、3つ目の合流かな、これ越えて、はい、料金所です。一等インター入り口料金所、左の方に取りますと東行き上り線名古屋方面、そして、右に取りますと大阪新名神近畿道中国道と書いてございます。左は、まあ、北陸道中央道と書いてますが、北陸道は米原ジャンクションで中央道はね、これ最後まで行って一宮だか春日井だかこの辺まで行ってとか中央道にやっとなったのかな、どうかな、東名に入ってからやったかな、ちょっともう20年くらいそんなことしてないので分かりませんと。なんか江那山トンネルとか言ってめちゃくちゃ長いトンネルとかあったんですけどね、中央の随分あ一般高速の超過発生、高速に切り替えるの忘れてたわ。はい、高速道路60キロっていうかね、私の車は56キロ以上出してしまうと今みたいにビビとなって一般道速度超過でやられてしまうんですよ、ね、あれ4秒以内にやめたからいいんですけども、4秒以上経つと始末書を書かなければなりません。はい、そんなことはいいや。10時12分、 458.9 キロポスト、459キロポストが間もなく10時12分、一等インターから名神高速に入りました。一東から西側はしばらく片側三車線です。京都東じゃない、大津のあたりまでかな。片側三車線。はい、草津ジャンクション6キロ、亀山西ジャンクション52キロかな。ちょっと読み切れませんでしたが、亀山西ジャンクションというのは新しくできました新名神高速道路、その新名神の方の、終点になるのかな、そういうことです。草津ジャンクションまでここから4キロ、 459.8 キロポストですね。10時13分、はい、460キロポスト。この460というのはこのまま西に向かってどんどん数字増えてまいります。というのは東京東の方、あっちの方が0です。東京が0で、西宮に向かって、500キロ超えて500数十キロになるんですけど、はい、草津市に入ります。滋賀県草津市です。ちょうど500キロ地点はね、多分梶原トンネルと天王山トンネルの間ぐらいやったかな、京都と大阪のちょうど間ぐらいですかね。その辺りに500キロのポイントがあります。草津パーキングエリアまで、草津サービスエリアか、サービスエリアまで3キロ、大津パーキングまで13キロ、桂川までちょっと読めませんでした。ちょっと一般的にねどういう風に区別されてるのかちょっと そこまでは言いませんが、私の動画の中の私のルール、マイルール、ローカルルールといたしまして、
あのガソリンスタンドがあるところをサービスエリア、ガソリンスタンドがなければパーキングエリア、自動販売機しかないところもパーキングエリアやし、コンビニがあったりレストランがあったりしてもガソリンスタンドがないと、まあ、サービスエリアと呼ばずにパーキングと呼ぶようにしております。草津は東京向き、名古屋向きに向かってはパーキングエリアというふうにお伝えしたんですけれども、これ大阪、京都大阪方面向き、こちらの方下り線西行きの方の、草津はパーキングエリアなのかな、でもガソリンスタンドがあるので私の動画では草津サービスエリアという言い方をさせていただきます。バイパスにパーキングエリアございませんので、休憩されたい方は定時バイパスの方に進路取られる予定の休憩されたい方はこの草津のサービスエリアが最後の休憩ということになるかと思います。コンビニ24時間、これ何やろ、セブンイレブンかな。草津パーキングエリアから新名神へは行けませんと出ております。ご注意ください。草津の、このパーキングエリア、私の動画の言い方では草津サービスエリア、これをご利用されますと新名神の方に入れないそうです。なので新名神にご用の方はこのパーキングを使わないようにお願いいたします。それシャワールームとかもあるけど結構でかいんですよね。新名神には、江南パーキングエリアという思いっきり山の中ですかね、あると思います。今看板に出ておりました。新名神使われる方、新名神の方に行かれますと草津パーキングエリアには入れませんし、草津パーキングエリア利用した後は名神にしか戻れませんのでお待ちください。 464.3 キロポスト草津ジャンクション、この上走っているのが草津ジャンクション。名神瀬田東インターの出入り口が夜間封鎖、11月9日からちょっと全部読めませんでした。なんか表示出てたので11月中になんか閉鎖するみたいなんで交通情報を確かめてからお出かけください。はい、草津ジャンクションからの合流左からございます。465キロポスト10時17分、瀬田東ジャンクションまで2キロ、はい、刑事バイパスルートでも名神ルートでもどちらを通っても吹田インターまで45分というふうな時間読み出ております。この先、はい、左手、シェフのガソリンスタンド、コンビニはミニストップみたいですね。セブンイレブンが反対側のパーキングということになります。反対側はちなみにパーキングエリアと行くときお伝えしたんですが、出光のスタンドがあるみたいですね。カーナビの方に、ね、そのように表示されております。なので草津は上下線とも私の動画ではサービスエリアということでお伝えしていきたいと思います。はい、瀬田東ジャンクションまであと 1.2 キロ、瀬田東ジャンクションで刑事バイパスです。草津ジャンクションが手前、3キロ手前にございましたが、あちらは新名神なので間違えないでください。三重県の方に行くのと京都通って大阪に行くのとまた全然方向が違うんで、刑事バイパスと新名神間違えないようにお願いいたします。瀬田東ジャンクションまで 800m、 右側3車線が名神高速道路、引き続き京都大阪方面です。この一番左側車線のみ、この車線のみ刑事バイパスにいたします。瀬田東ジャンクション467キロポスト10時19分ですね。 467.1 467.2、 この辺りでジャンクションいたします。そして左側車線、瀬田東出口がございます。出口は左側です。
まもなく斜め右方向です。反対側車線は右側が出口やったんですけど、瀬田東をご利用の方はご注意ください。出口左です。10時20分になりました。東インター入り口ですね。右から瀬田東インター合流になります。これもまたね、マイナンバーじゃなかった、マイルール、ね、ローカルルールということで、私の動画に限っての私のルールなんですけれども、高速道路出口入り口両方ある場合のみインターとお伝えいたします。出口しかない場合は何々出口としかお伝えしません。で、出口はないけど入り口あるよという場合は何々入り口としか言いません。そのように区別します。出口も入り口も両方あるんだと思って、何々インターから乗れるわと思って行ってみたら出口しかなくて入り口がなくて乗れなかったよみたいなこととかがあると困るので、一応区別してるんですよね。そういうことで世間一般の呼び方と違うかもしれませんがご容赦くださいということで、481キロポスト10時21分です。制限速度は80キロの道路、川という川を渡ります。この川沿いが422号線国道が走ってますね。石山寺とかいろいろ書いてございます。この辺り滋賀大学とかですね。この定時バイパスは道路古いんでガタガタなんですけれども、まあそれに加えて上り下りが連続しますので、まあ下り坂はスピード出すぎないように、そして上り坂は失速しないようにしっかりアクセル踏んでやってください。あと山の中抜けていく道路なのでトンネル何回もございます。ちょうどカーナビで見るとこの壁を隔てて左側、滋賀大学と書いてございます。この先合流があります。注意してください。この入り口は石山入り口でした。石山出口はないようですね。石山入り口です。83キロポストで大平山トンネル380メーター入っています。制限速度80キロなんですが薄く登ってるんですよね。この今カメラでわからないかもしれないけれども、私の車は72キロでオートクルーズかけておりますが、はい、さっきまでトンネルの中で追いつきそうやったんですけども、また加速していったようですね。南郷まで3キロ、富士東まで10キロ、大阪まで61キロと書いてございます。484キロポスト、この484というこの数字は東京日本橋から、日本橋かな、そこから、484キロらしいです。まあ先ほど来るときにどこかなと、東京といってもその入り口のそのね、首都高の入り口の洋画のインター、あそこがゼロなのか、もっと真ん中の方まで行くのかちょっとわからないなみたいなことでしたが、日本橋と書いてございました。大山崎ジャンクションまで25分程度です。車内映りすぎるなってね。は
南郷出口まで2キロ、日本橋からの距離485と書いてございます。今のやつ読めばよかったかも。ある刑事バイパス、このままずっと終点まで行きますと大山崎ジャンクション、大山崎ジャンクションでまたもう一度名神高速に接続しますが、大山崎出口ももちろんあるんですが、そのまままっすぐ走り続けますと京都縦貫道という道路に入ってきます。その京都縦貫道は、宮津市の天の橋立てとかあっちの方が終点かと思います。93キロほどある道路です。はい、南港出口あと1キロですね。入り口はないんじゃないかな、多分。はい、結構きつい下り坂、4% の下り坂ご注意ください。速度出過ぎるのにちょっとご注意ください、ね。車線へと書いてました。南郷とりあえず出口です。入り口があれば私も南郷インターという言い方しますけれども、世間一般では南郷インターという言ってるかもしれないけれども、出口入り口両方ある場合のみにしか私の動画ではインターと呼びません。そして入り口なさそうなんで南郷は南郷とだけお伝えします。南郷出口でした。487キロポスト越えて10時26分です。トンネルに入ります。内畑トンネル、650m。 前走ってる大型トラック線踏みながらしかよう走らんのかっていう感じですけどね。車幅が 2m50 として道路ね、多分 3m20 以上あると思うんですよね。もうちょっとあるかもしれません。これ線踏まずに十分走れるんでね。はい、蓋尾トンネルが 320m です。周りに車いる時くらいは線踏まずに走ってほしいですけどね。そういう技術がないのかもしれませんけどね、残念ながら。あ、こいつもこの後ろから来る4トン車も、これもすごいな。さっきまで線踏んでましたが、追い越しの時ぐらいは右に行ってくれるのかな。そしてまた線踏みに行きよったかな。で、はい、指示器出すのか出さんのか、左に入るのか入らないのか、ずっと左のタイヤで線踏んでおりますね。線踏まずによう走らんのでしょうね、腕が悪くて。はい、ごめんなさい、笠取入り口です。出口ございませんでした。笠取入り口 489.4km ポスト10時28分です。富士トンネルが 4310m。 私の大型トレーラーでも線踏まんとよく走れんのにね。4トン車とか別に線踏む必要どこでもないんやけど。1時間以内ぐらいでやめときたいので、ね、
第2京阪に入ったらちょっと京田辺の本線料金所を超えましたら、そこからまた2倍速かなんかにしてお伝えします。近畿道までお伝えしよっかな。近畿道に入ったらそこで動画終わりたいと思います。なので後半戦は 2倍速でおまけみたいな感じでくっつけるということで、私が本日お伝えしたいのはこの刑事バイパスをお伝えしたいということで動画作りました。宇治東出口とお伝えしますが、宇治西は宇治西インター出口、宇治西インター入り口と、まあ、そのようにお伝えいたします。私の動画のローカルルールです。はい、495キロポスト、 800m 先、宇治西インターございます。国道24号線、反対側車線、かなり交通量増えてるように見えますね。私が来るときは反対車線通ってきたんですけど、ちょっとガラガラやったんですけど、今10時半ぐらい、大体まあ渋滞はしてないですけど、交通量増えたかのように見えます。はい、495.8キロポスト、10時34分で宇治西インターの出口、出口越えますとすぐ 1.8 キロ先、もうすぐ近くに小倉出口がございます。小倉もね、インターで入り口あるんちゃうかな。宇治西は今ちょうど国道24号線の真上、この辺りが国道24号線の真上なんですが、
これ越えてすぐぐらいに左から合流があるかと思います。それが宇治西インター入り口の合流になります。もうあと 500m くらいかと思います。この先合流があります。注意してください。497km コスト10時35分、497を超えて 497.2 あたりですね。宇治西インターの入り口です。刑事バイパス制限速度 80km。 この先久美山ジャンクションを越えまして、久美山淀を越えて終点大山崎ジャンクション、あそこで、刑事バイパス終わりますからね。終わるんですが、まっすぐ行くと京都縦貫道に切り替わります。名神高速にも接続できるし、大山崎出口にも出れます。はい、とりあえずここです。小倉出口が10時35分で、キロポスト書いてないやん。キロポストが書いていない。はい、498キロポストです。小倉出口、出口越えますと久美山ジャンクションが 1.5 キロ先にございます。小倉は出口だけでしたね。入り口なかったので小倉はインターとは呼びません。出口とお伝えいたします。入り口があるのはこの刑事バイパスじゃなくて第二京阪に小倉入り口があるのかね、多分そういうことです。およそ1キロ先、多分って言って申し訳ないけれども、私あの下調べしたりとか、あの予習してきてるわけじゃないので、うろ覚えでお伝えしてますから、私の動画の中には結構ね、あの思い込みとかね、あの間違いとか、あの言い間違いとかもそうだし、結構あるんですよね。まあちょっとそういうガバガバというか、ちょっとグダグダな部分もあるんですけど、ご容赦いただきますということで、久美山ジャンクションまであと 500m、久美山ジャンクションからは、第二京阪に行くことができます。第二京阪、京都方面に取りますと、まあ、あの鴨川を渡ってその山下の方も行けるんですが、今回は、枚方門真方面、大阪の方に向かって帰ってきます。キロポスト分からんな、はい、ごめんなさい、ちょっとキロポスト分かりませんでした。取りますと、京都市内向き、そして左に取りました。これは大阪方面行きとなります。この先合流があります。久美山ジャンクションでした。久美山ジャンクションを間もなく、これちょっと危ないんでお気をつけください。右車線これ合流がございます。で、危ないでしょ、あのキャリアカーとクラブぶつかりそうでしょ。やなもうちょっと緩めだったらええのに。何を急いでるかわからんけれども、いけずが多いような気がします。私もこの4トン車で横並ばれてしまって進路塞がれましたけれども、第2京阪に入りました。久美山ジャンクションから入りました。今3と書いてるけど、あれ3キロポストということですね。多分3.1キロポスト、これは、第二京阪のスタート地点が、進行方向と逆ですね、逆方向、小倉に料金所があって、あそこが0ということになるんですかね。今京都方面に向かってずっと第二京阪と呼んでるんですけども、ちょっと前までは小倉の料金所から先っていうのは阪神高速8号京都線っていう出してたかと思います、まあ、いつの間にか名前変わって阪神高速じゃなくて第二京阪って今看板上がってるんですけども、まあ、道路もね京都線で書いてあるやつはなんか消した跡みたいなのがまた残ってるかもしれないですけど、阪神高速8号京都線とか言って昔はそういう風になってたかと思います。阪神高速ね、阪神の阪は大阪の阪で、阪神の神は神戸の神、ね、阪神って言ってるのに京都関係ないやんかみたいな
大阪神戸の高速道路やのに、なんで京都まで作ったんだみたいなことですけれども、8号京都線は名前が変えられておりまして、大停車になっております。はい、富山南入り口、富山南は出口ございません。入り口のみ 4.95 キロポストあたりで合流になるかと思います。10時40分、京都府八幡市に入ります。5キロポストです。あのね、京都は八幡じゃないんですよ、八幡なんですよ。北九州で、福岡県北九州市、あっちの方は八幡で合ってるんですけど、こっちは八幡です。 5.5 キロポストあたり、八幡東出口、10時40分変わらず。八幡東は出口があって入り口がございません。この先、八幡京田辺ジャンクションというのが2キロ先にございます。そちらの方から、京奈和道という道路を使いまして奈良の方に行きます。奈良の方といいましても、もう市街地の方に行ってとか、京奈和道、京都、奈良、和歌山ということなんで、和歌山までつながってるのかといいますと、つながってません。奈良の、 木津というところで一旦降ろされます、国道24号線に。でまた西名阪の郡山のあたりからもう一度京奈和道が始まるんですけど、その途切れてる部分、木津から郡山までの区間が十何キロあるのかな、あそこがむちゃくちゃ道路混むんですよね。早く道路つなげてほしいですけどね。 6.8 キロポスト、はい、あと 1.2 キロで京田辺、八幡京田辺ジャンクション、で京田辺パーキングエリア 2.3 キロ、東大阪のパーキングが 22 キロ、西宮ナジオのサービスエリア 54 キロって書いてたかな。この第二京阪上にあるパーキングエリアは京田辺のパーキングエリアのみです。東大阪のパーキングエリアは近畿道のパーキングエリアです。西宮ナジオサービスエリアは中国道のサービスエリアです。京田辺八幡ジャンクション、京田辺八幡インターでは降りられません、ご注意ください。鼻がムズムズするな。7.8キロポストあたりかな。はい、8キロポストで、八幡京田辺ジャンクション左に取りますと京奈和道、終点が木津となっております。はい、出口はなかったんですが、入り口がございます。こうやってこれ京田辺八幡入り口ということになるのかな。料金所です。ちょっと入り口の名前がわからないんですけど、はい、京田辺松井インターっていうことですね。京田辺松井という左は、で京奈和道からの合流と入り口の合流が左からありまして、本線はこの右側ですね。まもなく合流があります。注意してください。これを越えますとすぐに、京田辺パーキングエリアがございます。京田辺パーキングエリア。キロポストちょっと分かりません。9.3 キロポスト。10時44分。平方東まで2キロ、京田辺トンネル445メーター。この下くぐってるのがこれ、まあ、パーキングエリアの下くぐってるんですけども、目の前走ってる道路があれが山手幹線っていうことかな。そうか、後ろか。今くぐってたところが山間って言われてる道路でした。まあ、あっちこっちにね、山手幹線っていう道路は
あるんですけど、まあ、産業道路とかもそうですけど、はい、枚方東まで1キロちょっと薄く登ってるんですよね。制限速度80キロの道路なんですが、薄く登っておるところボーッと走っておりますと、このようにあの前の車はすごく追いついてきましたけれども、ね、上り坂気づかずにアクセルもうちょっと踏まないといけないところを踏み忘れてるんでしょうね。失速しております。はい、長尾東トンネル 200m。ちょっと抜かないといけないくらい遅いな。で、このトンネル抜けるところの下り坂になります。そうするとボーッと走ってる車は今まで遅かったんが急に転じて速くなってもう抜けないみたいなことになるかもしれません。ちょっとしばらく様子を見ます。11.3 キロポスト10時45分、枚方東出口、入り口はございません。トンネルちょっと読み忘れました。トンネルといってもあの道路を下くぐるだけなんですけど、という道路は、国道1号線と並行して走っております。あ、そうか、これ41分経ってるな。ごめんなさい、ちょっと第2京阪はここから先2倍速でやらせてください。で、切り替えます。はい、2倍速でお伝えいたします。ゆっくり喋ります。現在スーッと登っております。このように第2京阪は上り下りが連続します。上り坂の際はアクセルの踏み忘れで失速することのないようにご注意ください。左からの合流は枚方学園入り口です。出口はございませんでした。 13.2 キロポスト10時47分、制限速度は80キロです。片の北まで1キロ、片の南では出られません。第2京阪、この辺りは出口はあるけれども入り口はないとか、入り口はあるけれども出口はないとか、そういう風になってますので、ご注意ください。ご利用ください。出られないとか入れないとか、まあ、そういうことがありますので、しっかり予習され確認されてからお使いください。片の北出口 14.6 キロポスト10時48分、はい、片の北といいますとここから別料金ということで、より料金ではなく空間料金ということでかかってくるようです。大変は便利でいいんですけれども、結構高速代高かったと思います。国道1号線と並行して走っているので、新しい1号線と古い1号線と2本通ってるんですけども、1号線をご急ぎでない方は走られる動物に高い高速料金取られてもいいかなみたいな感じじゃないでしょうか。近畿道、門真ジャンクションで近畿道に入
まあ、特に大きな事故とかない限り、伝えてたら、調査会でそんなに状態するというのはありません。あの連休の時とかで、ね、車が衝突する時だけですから、普段の平日はあまり見えません。地上縄手市に一時的に切り替わります。地上縄手市、この辺りちょうど国道170号線外環状線の横を走っております。左が地上縄手市で右が寝屋川市になる、ちょっとこの道路挟んで右左で通称違うようなことになっているかもしれません。ちょっと境目みたいなのを走っているんですけど、見えてまいりました。門間ジャンクションまで 2.7 キロ、第2京阪門間出口という終点の出口が2キロ先左手にございます。第2京阪門間という出口を越えますと、まだ別料金、この近畿道というところに入りますので、別の料金がかかってまいります。本日電光掲示板見ますと空いてますね。環状線まで13号、東大阪線も12号の森口線も後ろ通っても20分ということで、10月26日月末の月曜日にしては大阪市内もガラガラということですかね。ちょっとなんでこんなに道路空いてるのかと分かりません。どう祝日かなんかでしたかというぐらい空いてます。第2京阪門間出口が1キロ先です。片側3車線の道路でしたが、右側車線一番右がなくなります。ご注意ください。およそ1キロ先料金所です。はい、2倍速から速度戻しました。普通の速度に戻しました。はい、ちょっと門間ジャンクションややこしい、ややこしくはないんやけれども、お伝えしたいことがありますので2倍速をやめました。まず手前に第2京阪門間という出口がございます。ここが最終出口です。これを越えますと近畿と別料金かかってまいります。ご注意ください。地面の方に、右側の地面には吹田方面、左側には和歌山方面と書いてございます。近畿道右側行く方、吹田方面行く方はなるべく右側を通ってください。そして、はい、門間本線と書いてございます。この料金所から、近畿道に入ります。はい、門間ジャンクション、門間ジャンクションでこの左の方に取りますと、和歌山方面、松原方面行きとなります。右に取りますと吹田方面です。この辺りの、制限速度60キロ、そして近畿道本線の、制限速度80キロです。この辺りはまだ60キロ、40キロか、40キロですね。ここまで40キロで、この先60キロで、最後が80キロやったかな。ちゃうな、40キロが終わりましたというだけで、新しい速度が何キロになるのかはちょっと書いてません。本線が80キロなので、80キロで走られるのでよろしいかと思います。注意してください。近畿道はちょっと混んでるかな。はい、東大阪北出口800メーター手前、
とこの入り口はなんだ、大東鶴見の入り口だったっけ。東大阪北は出口ありますけれども入り口ございませんのでご注意ください。東大阪市に入りました。11時1分、 14.3 キロポスト。この 14.3 は吹田インターが0やったかと思います。 14.4 どんどん増えてまいります。東大阪北出口 14.5 キロポストで11時1分。はい、1キロ先に東大阪パーキングがございます。トレーラーは利用できませんと書いてるので私はちょっと無理です。できません。うわーすごいな、何台事故してんのこれ。消防とかも来てたね今ね、反対車線事故。うわー、これの脇見で遅かったんか今まで。本線80キロや言うてんのに60キロぐらいしか流れへんなと思ったら、あの事故を脇見してたんでしょうね。それで今まで遅かったんですが、事故現場通り過ぎた途端に80キロぐらいに上がりました。はい、ここが東大阪パーキングエリア。トレーラーはご利用できませんのでご注意ください。東大阪ジャンクションまで 700m となっております。東大阪ジャンクションでは、阪神高速13号東大阪線、そちらの方で、東大阪もここが東大阪なんでもう間もなく終点ということなんですけれども、左の方に奈良方面に取りますと、第2阪内やったかな、阪内道路やったか第2阪内やったか、ちょっとどっちだか名前忘れましたけど、奈良方面はその阪内有料道路をくぐっていきますと、国道24号に出ますね。まもなく運賃を、直接は出ないんですけど県道に出るんですけど、で、右側は大阪市内方面に取りますと、環状まで先に長田料金所とかも大変渋滞する場所ですし、慢性的に渋滞するんですけど、今日はたまたま渋滞ないみたいですね。今日はちょっとたまたま空いておるようです。はい、東大阪ジャンクションの下をくぐっております。 17.2 キロポスト11時4分。東大阪ジャンクションの料金所になります。この料金所は阪神高速13号東大阪線から、近畿道に入る車の料金所ということで、この辺りに高速道路への入り口があるわけではございません。入り口はね、さっきの大東鶴見かなんかがあって、東大阪北の手前にあった、あの入り口を越えると次は八尾の手前ぐらいまで、東大阪南かな、その入り口までちょっとしばらく入り口ないんですよね。東大阪北とかはもう入り口ないんで、ジャンクションとかも入り口ないんでご注意ください。前を走っておって材木いっぱい積んでるこの木材のトラックがまあまあ遅いな。制限速度80キロなんですけども、70キロから75ぐらいの間を不安定な速度で走っておられます。松原ジャンクションまで10キロ、柏まで20分、堺まで25分、松原ジャンクションまで10キロじゃない、10分ですね。時間読みの天候掲示板がございました。はい、19キロポスト。これは、吹田インター、吹田ジャンクションからの19キロということになります。名神高速の吹田インター、中国道の吹田インター、そして近畿道の吹田インター。吹田はそういったものが複合して吹田ジャンクションとなっております。もういいか、近畿道ね、そんなに詳しくやらんでもいいですね。はい、動画この辺で終わりたいと思います。ご
視聴ありがとうございました。キースジャガーチャンネル、このドライブの予習を一応メインコンテンツとしているので、主にこの動画ばっかりアップロードしていくんですけれども、他にもやってまして、プレステ4の、ね、テレビゲームのプレイ動画であったりとか、あと令和新選組の話とか時事ネタであるとか、そういう政治の話をちょっと動画聞いてみたりとか、そういう動画もやってますので、まあ、いろんな動画が入ってきて、ね、目的とされている動画と全く別のジャンルの動画も入ってくるんですけれども、もしよろしかったらチャンネル登録よろしくお願いします。では失礼いたします。ご視聴ありがとうございました。11時7分です。今、東大阪南合流したかと思います。八尾の出口まであと1キロ。さようなら。